岸田さん、同じ中学の生徒であり過去を知っている私を。うん、確かに私は堀北さんがこの学校、あの事件のことを知っている人。私が知ってるのは、それ保証はないよね。今度の期末テストで今後は私への妨害。堀北さんに勝ったら、の時は私が自主退学を申し出る。ペアじゃなくて個人戦がしたいってこと？私テストじゃ堀北さんに総合点で勝ったことなく、期末テストで行われる科目を選んで構わないわ。それただの口約束だけになる可能性。そうならないよう確実な承認を用意した。久しぶりだな、串田。串田さんにとってもある程度信用のおける人なんじゃないかしら。いいんですか堀北先輩。賭けを持ち出したのは妹なのだ。本気なんだね堀北さん。いいよ、その勝負乗ってあげる。